こんにちは、キザです。はい、今日は何の話しますか。まあ、前回に引き継ぎです。若いマジシャン、駆け出しのマジシャンに向けたこの情報発信、うん、そういう、シリーズで今やってますけど、第2回目はですね、いい意味で一番思い出に残ってる、まあ、ギグというか、ギグ、うん、あの仕事というか、まあ、これ仕事というか、僕がまだその仕事にする前、大学生の時に僕焼津、うん、静岡県の焼津というところがあるんですけど、そこでの居酒屋さんでマジックを、まあチップで流しみたいな感じでね、やらせてもらってたことがあって、その時もうかなりも初期だね、初期の段階の時結構ね言われて、あ、これがあったから多分なんかちょっとこうスイッチが入ったなっていうのが、まあ、マジックやるじゃないですか。で、まあ、反応もまあ、うん、そんなだったんですけど、まずっていうか、まあ、うん、みたいな、普通ぐらい、うん、なるほどって言って、で終わって、そのなんかおじさん4人ぐらいだと、ね、言われたのが、あ、この前東京で見たマジシャンの方が面白かったな、あ、なんかもうちょっとなんか喋ってお客さんの方見たらみたいなってめっちゃ言われてシュンってなって、ね、うん、なんか、ま、そう、確かにそうだよなっていうのと、あ、なんかできてなかったなとか、なんかもうその時はやっぱりね、マジックやることにやっぱ精一杯やったのよね。だからやっぱもう下向くし、あとやっぱ自分がこう、あの、結構人見知りだったんですけど、うん、やっぱそれもあってか、本当にこう小さい演技になってるし、お客さんとコミュニケーションを取るというよりここでやってることを見てっていう、こういう感じだったんですよね、うん、まあ、だからいわゆる前回も話しましたけど、矢印が自分の方に向いてたんですね。ああ、そうでもやっぱさ、もうクローズアップマジックってさ、もうコミュニケーション取らないと成り立たないわけじゃん。でもそれを自分からこうしてる、まあそう、まあ、苦手意識があるからそうなっちゃってた部分もあるけど、なんかそれ言われた時になんか悔しくて、めちゃくちゃなんかそこでね、一個よし、もっとなんかそういうところを気にしてパフォーマンスしようって思って、なんか今があるような気はする、うん、まあその一件だけじゃなくても、だからその周辺って結構多分ね、そういう風に言われたことがいっぱいあったりするんだよね。だからその悔しさみたいなのがあったから、まあ今ねこういう風に、それこそね、最近ではラジオとかさ、あんな喋る仕事やんね。確かに、そうそうそう、もう一応もできてますせと、そうそうそう、昔は呼ばれるようになったと、そうそうそう、喋れなかったけど、だからなんか、うん、頑張れるきっかけにもなったし、それで頑張ったから、頑張ったというか、まあなんかその喋れるようになろうと思ったから今があるなっていう、そうそうそう、そういう意味ではまあいいことっていうか、その時はあっと思ったけど、今思うとやっぱそういうふうにまあ言ってくれる人がいたから、まあ今があんなところでまあ良かった。まあだってあれですもんね、そういうよくまで